自分にこう、これ緊張じゃないんだよって、燃えてるだけなんだと、俺は。燃えてるだけだ。燃えてるだけだと。あのクソやろ。ダーって書いてる。皆さんこんにちは、坪井アンナです。マイナビ転職の荻田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回もゲストの方にいらっしゃっていただいています。サイエンスライターの鈴木優さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、はい、鈴木さんへのお悩み相談です。ですね、転職アドバイザーが転職希望者からよく相談されるあるあるなお悩みに対して答えていただこうと思います。うん、はい、お願いします。鈴木さんはもう10万本も論文読まれてるって伺っているので、はい、ぜひその知見を、はい、論文外のことが出てきます。怖い、怖いな。まず一つ目はこちらです。面接でいつも緊張して失敗してしまいます。緊張しないための良い方法があれば教えてください、うん、これは科学的な解決法はあるんですか？緊張全般の話でいいですか？そうですよね。緊張全般の話で、まあ、多分面接にそんな限らないと思うんですけど、はい、まあ、一個あるのは呼吸ですよね。深呼吸ってのは、まあ、よく言うじゃないですか、はい、まあ、これなんでかって言ったら、はい、自律神経と働きの問題なんですけど、はい、人間ってこの深呼吸しながら緊張できないになってるんです。そうなんですか、うん、相反する動きなんで。ただまあずっと深呼吸するわけにいかない。そうですよ、深呼吸して一発解決すればいいんですけど、その後も緊張しちゃう。ただそうなんですね。だから一番いいと言われるのが4秒吸って4秒止めて4秒で吐いてまた4秒止めるって繰り返しですね。へー、これやるとあまりにもこう脱落せずでも緊張しすぎないこう程よいラインにこう神経が行くんですよ。まあ、大体あの海兵隊が使ってるやつです、アメリカの。まあ、でも今のなんか緊張の仕組みを聞いただけでも緊張した時にパニックにならないような気がしました。そうですね。だからもう一つやり方としては自分にこうこれ緊張じゃないんだよって言い聞かせるってパターンも結構あるんですよ。それ効果的なんですか？これね、もう証明されてるんですよね。緊張じゃないんだよと自分の中で。これはね、燃えてるだけなんだと俺は、はい、今燃えてるだけだ。燃えてるだけだと、すげえやる気がみなぎっているんだと、はいはいはい、めちゃめちゃ聞かせるんですよ。じゃあもう今僕燃えてる状態ということで今緊張してますね。緊張してるんですか？緊張してますよ。嘘つかますよ。なんで緊張してるんですか？緊張します。しかもこのカメラがまず緊張するじゃないですか。次の質問いきますね、はい、転職したいのですが家族に反対されて踏み切れません。どうやったら上手に説得できますか？めちゃめちゃ難しいでも実際家族に反対されるってありますよね。全然あると思います。こういうアンケートはあるんですよ。うん、まあ、それちょっとやっぱり結婚してるってことなんで、はい、奥さんはやっぱり今の仕事を変えてほしくない、ストレス溜まるの分かるけどやっぱり変化怖いので、もうちょっと頑張ってよとか、なるほど、ね、やっぱり収入が変わったりするのリアルじゃないですか。そういう部分での反対はあるみたいで、交渉論一般の話になりますけど、はい、理屈では全然太刀打ちできない。交渉ってやっぱ転職によって給料が増えるであるとか、まあ、時間ができるみたいなことを言ったところでなんですよね。やっぱ感情がブロックしちゃうからですよね。そうですよね。これで重要なんだと、やっぱりどの交渉でもそうですけど、感情ニーズがどこにあるかってことですよね。反対する人って例えば、まあ、給料下がるのが怖いであるとか言うんですけど、実際反映してないんですよ理由が。自分の感情を、はいはいはい、多分自分でもよく分かってないケースがすごいあるんで、はいはい、相手の感情ニーズを汲み取ってあげるしかないんですよね。そもそも何が嫌なのかっていうところを、まあ、質問で、はいはい、その前提であるとか、はい、ものを掘り下げていく感じですよね、質問で。いかに向こうに考えさせるかっていうのが一番大事なんですよね。こっちの考えを伝えるんじゃなくて。ありがとうございます。では3つ目、同期が先に昇進してモヤモヤが収まりません。心の落ち着け方を教えてください。嫉妬の問題ですね、はい、なるほどね。嫉妬心って起きる前が一番でかくて起きた後はもうすぐ消えるっていうのが大体の傾向性あるんですよね。どういうことですか？要するにこの質問で言うんだったらば、あいつは先に昇進するんじゃないかっていう段階の時が一番でかい。あで実際その人が昇進しちゃったらそうやってスッと消えるんですよ。でなんでこの人がじゃあモヤモヤが収まらないのかっていうと、多分別のネガティブ感情に切り替わってるんですよ、嫉妬から。それは何か分かんないですけど、恥かもしれないし、同僚にこう嫉妬心を抱いて自分に対する自己批判かもしれないし、何か別の感情にスイッチしちゃってるはずなんですよね。多分一番多いのは多分自己批判かなとは思うんですよね。同僚が先に行っちゃったことによって自分はなぜダメなんだとか思って
思うことの自己批判であるとか、同僚の出世を喜べない自分に対する自己批判であるとか、まあ、そういうことに切り替わっちゃってるので、感情の度合いってそうなんですよ。起きるまでが一番でかいんです。確かに確かに、確定要素がある方が感情が揺れるんですね。これ心理療法のやり方だとあれですね、セルフコンパッションみたいなやつ。セルフコンパッション、自分への思いやり、直訳するとそうなんですけどね。これができる人とできない人っていうのが、まあ、一定数いて、はい、自分へのセルフコンパッションがある人は実際例えばストレスからの立ち直りも早いし、仲間とうまくやるのもうまい、生産性も高いみたいな傾向が全体的にある、自分を責めちゃう人はやっぱずっとぐるぐる頭の中にこう自己批判が回ってメンタル病んでいって、最終的にどんどんメンタル落ち込むっていう、まあ、負のスパイラルがあるので、まあ、よく言うのは自分に対して親友みたいに接しろって言い出すんですけど、心理療法だと。具体的に何をすればいいんですかね、自分に対して。親みたいな気持ちですかね。親子供いたら甘やかさじゃないですか。でも長期的に見ては今叱ることもあるだろうし、これってそもそも人と比べちゃうってところがあると思うんですけど、根本に、はい、それ自体は回避できるものなんですか、それともそれはもう受け入れた方がいいものなんですか。受け入れられればいい、越したことはないですけどね。ただまあ人間ってやっぱ比較で生きる生き物ではあるんで、なかなか難しいとは思います。で、まあ、どうしても比較はしちゃいますよね。あ、うん、だから第二の自分がこういる感じにならないと難しいんですよ、これ乗り越えるのは。鈴木さんはなんかその自分のメンタルを安定させるためにやってることってありますか、はいはい、なんかルーティーンとか。まあ、運動でだいぶ安定してますけどね。昔はめちゃめちゃメンタルが弱かったので。そうなんですか。めちゃめちゃ気に病んでたんで、もういろいろと、もう文章とか気にしないで、もう自分のこうダークな部分をどんどん書いてる。あのクソやろダーって書いてる。これがムカつく、ムカつく要するに外在化することが大事です。本当に自分の中で抱え込まずに客観性が生まれるって言うんですかね。自分が今こういうことで悩んでて、こういう嫉妬心があるんだなみたいなのがこう客観的に見えてくるんで、別の人に接するみたいになるって感じ。追加でお伺いしたいんですけど、はい、今までのお話にも出てきた好きなことを仕事にする、うん、これにおいて好きなことを好きなままでいるっていう何かこう方法はないんですかね。好きっていう状態はいい状態ですよね、仕事についてその仕事を好きになってそれが維持できる分には全然問題ないんですけどね、仕事へのやる気を出すっていう意味で言ったら、一番この影響力が大きいのはまあ前に進んでる感覚ですよね。そうですよね、前進の感覚ですね。それはどんな形でもいいですね。まあ、自分の場合ですけど、原稿書くときなんか1時間こう15分のブロックに区切っちゃって、で15分間に600文字ぐらいって設定して、すんごい小さな達成のポイントいっぱい作ってるんですけど、それやるだけで続くんですよね。それをいかに自分で達成ポイントを増やしてあげるかっていうことが一番大事だと思いますよ。そんでだんだん好きになってはくるんですよね、そんで仕事が。なぜなら達成感があって喜びが得られるってことが脳に刷り込まれていくからですね。一番やるべきこととしては、まあ自分の価値観を明確にすることであって、そこにフィットしてるかどうかっていうのはまあ一番重要視してもらいたいとは思いますけど、ただその価値観にこの仕事を吸い寄せられないかっていう考え方ができると思うんですよね。そうですよね、どんな仕事でも。この本にも書かれてますけど、それを繰り返していくうちにいつの間にか好きになってたっていうことが美しいみたいなことを書かれてたんで、そうっすね、なんかすごい本質なのかなとか思ったりとかして、まあそうですね、リソースに従って情熱が増えるってのは書いたところですけど、はい、楽しいことはないかを探してみるのがすごい大事で、やれることは結構あると思うんですよ。まあ、例えば黙黙に従って貢献度を高める方法がないかというとか、さあ考えてみることですよね。明確にするとか、明確にするとか、そういうことですよね。今回数回にわたってシリーズでお送りしてきましたが、はい、鈴木さんいかがでしたか。まんま人前で話すことはないの で、 そうですよ、ね、改めてこう質疑応答などいただけたおかげで、なんか自分の考えも深まった感じがあって、はい、いや本当ですか、楽しかったですね。ありがとうございました。ありがとうございます、はい。なんかお話伺っていると、もちろんこの適職の話ではあるんですけど、結構人生のいろんなところに当てはめられてしまって、そうなんですよね、もうなんか人生相談したい気持ちに。いや本当そうですよね、なっちゃいました、鈴木さんにはこの他の動画でも適職についてお話しいただいていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マイナビ転職チャンネル、転職に対する本当に役に立つ情報、信頼できる情報を専門サイトの豊富な知見をもとにご紹介していきます。
あなたが安心して次の一歩を踏み出せるような情報をどんどんお届けしていきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。明日天気になーれ。